アベイロは、ポルトガル中部地方にある都市で、アベイロ県の県都である。アベイロとも表記する、大西洋岸に位置し、ポルトガルにおける重要な漁港がある。また、小さな魚や貝殻の形をした白い川の中に、黄金色の卵黄クリームが詰まったオボシュモーレシュでも、有名である。また、アベイロの歴史は、イタリアの海港都市ベネツィアと同様に、海を克服してきた。 型の街でもあることから、しばしば、ポルトガルのベニスとも呼ばれる。アベイロの歴史は、少なくとも10世紀にまで遡ることができる。この頃は、ラテン語で、鳥を借り、また、蓄えておく場所という意味のエイビリアムと呼ばれていた。11世紀までは、ムーア人の支配下にあったが、その後は、ポルトガル王国の領土となった。1575年の暴風雨により、 海の入り口が塞がってしまったため、漁港として、また交易の中心として繁栄していた町は一時的に衰退してしまったが、19世紀に町を襲った暴風雨が塞いでいた海への入り口を開いたため、漁業を中心に再興を果たした。安倍色の主な産業は、生園、海藻を採集することを中心とした漁業、落農である。安倍色で牧畜業が盛んなのは、 型で取れる海藻をもとに生産される肥料が埋め立て地の地味を肥やしたことによる。1973年に安倍色大学が開校された。大学は評判も高く多くの学生をこの町に引きつけるのに一役買っている。430人の教授陣と1万1000人の学生、1300人の大学院生がこの大学に在籍している。ありがとうございます。